え、久保、ソシエダ希望したのえー、それは知らなかった。ちょっと見ていいですか希望するだけでいけるのかなああ、久保が同クラブにアメリカさん参加しない、えー、胸を伝えたと。ソシエダ移籍に近づいていると考えられる。あれ前、ソシエダ出たけど一回殴らんなかったっけそれがまた本当、本当はというか、復活したんだ。あこれは嬉しいですね。嬉しい以上のことがないな。この間話したことと、 全部被るからなソシエダポルトやんざい出し、ブライス・メンデス取っただけでフランスカットと赤では右できるけど、真ん中が基本らしいので、マイス的にクボいていい判断したみたいです。ああ、はいはい。でもね、ソシエダ行ってもクボ出られないってあ,んあ,ありそうだよ、どうなんだろうね。でも、まあ、スペインで行ける中ではね、一番クボに合ってるというかね、クボがもう言い訳しにくい環境になってますよね。ソシエダは右上のポルトゥが ヘタフェイセキアルザイが契約切れで、フランスラアンダー世代で活躍しているアンジェノ・アリチョを獲得しましたが、えー、人数的に足りてないのと、ダビド・シルバーも37なので何年も追っている久保を獲得しに行っているということらしいです。めちゃくちゃ有益な情報ありがとうございます。まあ、そうだよね。本当あの、当然やっぱり残してきた実績とか違いますけど、クレバーでサイドからも仕掛けられてトップ下もできるっていう、ね。で、左サイドもできないわけじゃないみたいな、本当あのダビド・シルバー的なね、か、 久保さんがね、目指すべきお手本の1人はダビド・シルバーですからね、時期としてもね、すごくいいですよね。レンタルで行こうがね、完全で行こうがい、完全ってことはないと思うんだけどね、あってもね、レンタルからの買い取りオプションみたいなね。であとはね、この今野の監督、育成が評判の監督だからね。 で、スポーツディレクターのロベルト・オーラベが、久保のレベル進歩の度合い、将来性評価し、この先才能を開花させて、素晴らしい選手になると確信しているっていうね。まあ、ローンでソシエダからの戻って合わせなるっていうね、ウデゴールパターンありますからね。バスクの地方紙は、ウィングとして魅力に溢れているが、ミッドフィールダーとしても有能なアシスタントを務めることができ、ダイビド・シルバーを助けることができるっていう。あと、あれだよね。あれ、オヤル・サバルとかどうなんだもオヤル・サバルもね、まあ、左がメインだからね。 右もできるタイプの選手なんだけど、本当にあれですよね、ずっと、も、ま、う、あ、他のクラブ行くとしたら、ディエゴ・マルティンスいるところか、まあ、レアル・ソシエダいいなって前から言ってましたからね。で、まあ、この間日本代表でもインサイダーハグやったけど、4123、4231両方使うから、ソシエダ。2列目全部できるし、さっきね、教えてもらったみたいな、うん、ウィングの選手の放出が起きるんだったら、めっちゃいい環境というか、ね。 ちゃんとボールも持ってくれるチームで、出番も得られそうだしっていう、今までの監督の中では一番ね、合理的にサッカーを突き詰める監督だから、で、ダビド・シュルバっていうね、そこの後継者的な、うん、を受けることができるっていう。いいですね。うん。おやるさらさまる全十字やってんだ。そっか、じゃあ、だから、そういう人の怪我喜んじゃいけないけど、久保の出番だけ考えるとね、 やすい環境にはなってます、ね、もう絶対スタメンとかではないけどでもどこ行っても絶対スタメンの選手なんていないしねみんなやっぱ久保のソシエ大会責はちょっと興奮しております、ね <music>